ちょっと外がうるさかったんで、撮り直しです。あらあら、あらあらあら、カラティン、提督カラティン、どういうことか説明なさい。おそらくはヘブリディーズで保管されていた断絶の時代の気象制御兵器かと。被弾したのは5隻、うち3隻は駐破したものの、敵方に露獲されるのだけはかろうじて防いだ次第で。しかし修理に相当の時間が。あら、それで納得しろとでも。クラン・カラティン艦隊に使われる機関1隻と領艦27隻は我々コナハトの切り札よ。潜水艦は断絶の時代の貴重な遺物であり、我が国でも量産体制は確立されていない。つまり破壊されれば補充は効かないの。艦隊を任されたその時に己神を呈してでも艦を守る決意くらいしてほしかったものね。申し訳ありません。至急艦隊を再編成し、ヘブリディーズに受けた傷を倍にして返したいと。いいえカラティン、もういいわ。と言いますと？ここから先は私が出るわ。いや、女王陛下、僭越ながらそれは。潜水艦艦隊クラン・カラティンに傷がついたとはいえ、そちらは5隻、艦隊全体では28隻もあるのです。多少の損害が出たとしても。あらあら、そうやってまた小出しに派遣しては返り討ちに、を繰り返すつもり？戦力を出し惜しみするから勝てる相手にも勝てないのよ。持っているものは全て一つの時に一つの場所へ。何も潜水艦だけの話じゃない。この私、女王という戦力さえも全てを一気にヘブリディーズへ送り込み、押し流せば必ず勝てる。しかし、結果を出せなかったあなたに文句を言われる筋合いはないわ。これから先は私もあなたも戦場の駒、お互い使えるものは一滴残らず絞り尽くす。思考を切り替えなさい、カラティン。了解しました。全ては女王陛下の御心のままに。あらあら、大丈夫よカラティン。私はあなたのような生粋の軍人が最も嫌う戦法を最大の切り札にしている。ヘブリディーズの連中も手玉に取って振り回してあげるわ。ほいほいほいっと出てきたぞ。あ？例のコナハトの潜水艦だ。前にスーパーコンピュータのドンクアルンゲで断絶の時代の資料を解読していると言っただろう。何が出てくるかは運次第だが、新たに解読を終えたファイルの中に潜水艦絡みのものがあった。おそらくコナハトのものと同型だ。こっちはそのスーパーコンピュータとかいうのがそもそもわかんないんですけどね。っていうか、コナハトの秘密兵器の情報を握るってますます戦いは避けられない感じに。いいえ、スカーハ様、放っておくと脱線しまくりです。さっさと先に進めましょう。そうだな。潜水艦は断絶の時代ではウィッカーマン級と呼ばれていたものだ。
武装されているが本来の目的は不明。はい、ウィッカーマンそのものは別の資料では生贄の犠牲者を入れるための大きな器ともありますね。兵器の名前を物々しくして戦意高揚に結びつけるなんてのはよくある手だ。何にしても悪趣味ということが分かればいいだろうね。動力それ自体は艦内に菜園を設けることで魔法資源の条件を満たし、魔法の力を取り出すことで半永久としているらしい。だが魚雷、艦対地ミサイル、海中迎撃レーザーの化学薬品など武装絡みの残弾は有限だ。底が尽きて使い物にならない鉱産が高い。魚雷、ミサイル。考古学者の古代語は無理に理解しなくてもいいんじゃ。はい、つまり潜水艦は移動ができるだけで内蔵火器を使用することはできない状態にあると、スカーハ様はおっしゃりたいのでしょう。人を話しべたみたいに扱うな。おそらくコナハトは土の中から掘り返した潜水艦に自前の砲台などを強引にくくりつけて運用している。海の中に潜る機能は厄介だが、それ以外はどうということはない。断絶の時代お得意の超兵器なんかをぶち当てられる心配はないはずだ。でもその海に潜る機能が厄介なんじゃない？どれだけ見張り台を増やしたって海を眺めているだけじゃ絶対に見つからない。いつどこから接近してきて上陸されるかわからない。思い浮かべれば思い浮かべるほど笑えない。確かにな、断絶の時代にはレーダーだのソナーだのという対抗策があったようだが、詳しい図面は出てこない。望み薄ってやつだろう。ウィッカーマン級だったか。潜水艦自体の図面はあるんだろう。おお、そうですそうです。目には目をって感じで、こっちも潜水艦を作れたら。いいえ、図面はあっても艦の建造は不可能でしょう。図面はあっても当たり前のように書き込まれている部品を作れない。細かい部品が用意できなければ大きな完成品には届かない。ふん、つまり分かったのはコナハトの宣伝文句だけと。弱点もつかめなければ対抗策も見当たらないと真顔で言うつもりかね。とも限らない。ん？確かに現状我々の装備だけで海に潜ったコナハトの潜水艦艦隊を早期発見するのは難しい。兵士の上陸にしても無理やりつけた砲台での艦砲射撃にしても、潜水艦は海上に出る必要があるが、常に我々は後手に回らされるだろう。それじゃ手の打ちようがないじゃない。向こうはこちらを観察してから事を起こすことができるからな。当てずっぽうに陣を敷いても脇を突かれ続けたら損耗が増すばかりだ。だがそれも潜水艦がずっと海に潜り続けていたらという話だろ。はい、つまり敵方が海の中から出てこざるを得ない状況を用意してしまえば、彼らの隠密性は無効化できるという寸法です。破壊力と走行強度の関係性についてはゲーボルグの有用性は証明されておりますので、敵艦の確実な発見が最大のポイントとなります。具体的な策はあるんですか？当然、まあそのためには諸君らの協力も不可欠だが。
か面白いことを犠牲にするとかそういうのを考えてそうですね。まあいいや、うん、行ってみましょう。さあて諸君、そろそろ我々も反撃の下ごしらえをしようじゃないか。はい、コナハト側が断絶の時代の遺物を駆使した戦術を取る以上、私たちも同規模の兵装を確保する必要性があるでしょう。しかしコナハトの潜水艦と同じものを建造するのは不可能という話ではなかったのかね。ウィッカーマン級の潜水艦はな、もう少し技術レベルが低くて済むものなら我々の手でも建造することができる。それは一体酒飛び誤訳なのか断絶の時代のシャレなのかは分からんのだが、エアクション式大陸横断船舶とのことです。何のことだかは分かりません。ならなぜ割り込んだのかね。要は空気を下に吹きつけることで船を地面から少しだけ浮かばせるものらしい。理論上は陸も海も関係なく突き進める。あ、ちょっと待って、そんなものが用意できるならヘブリディーズから直接海を渡ってそのままコナハトの首都に向けて突撃することだってできちゃいますよね。ま、これもコナハトの潜水艦と同じで特殊なのは移動だけだ。ゲイボルグのような凄まじい殺傷兵器がセットでついてくるわけではない。つまり酒飛びとは別に艦に乗せるための砲台を別枠で用意する必要があるというわけかね。配慮、自由承認自治州。それは黒い三週間と呼ばれた内乱の地、最終期に戦線投入されたのは外敵の制御を離れた個体をブリテンの魔法で再拘束した鹵獲ドラゴン。知っているか、史実で投入されたのは3匹とされているが、実際には町から離れた遺跡で戦力確保のための繁殖実験も行われていたんだ。たった一人の金持ちが組み上げた連帯に救う兵器開発集団、地下と呼ばれる者たちの手でな。なんでそんな武装なものの情報を。戦時処理で私も借り出されたのさ。冬眠状態で保管されている鹵獲ドラゴンの適切な処分っていうのが依頼内容だった。あの時同じ地に都市制圧の貴様と郊外の実験施設破壊の私は厳密に同じ戦線を渡り歩いたとは言い難いが、でもここでその話が出てきたってことは単に依頼通り鹵獲ドラゴンを倒しておしまいってわけじゃなかったんですよね。睨むなよ、やっていることは貴様と大して変わらない。ともかく現状私の手には鹵獲ドラゴンがある。冬眠状態のこいつを酒飛びに積んでこの鳩の軍港にでも突撃させよう。不満かな。狙う軍港は一般の都市部から離れたものを選別する。あとは兵士の殺し合いだ。上陸を待ってから殺すか先に殺すかの違いしかない。殺すのが前提というのがすでに気に食わないってことくらいは口に出さなくても分かってもらえると思っていたから。それにしてもスカハ様、なんだ。酒飛びや鹵獲ドラゴンを利用することには賛同しますが、作業フォルダの暗号方式を X112 にした理由は何なのでしょう。
ドンクアルンゲもまた断絶の時代のネットワークにつながった装置です。つまり暗号の複雑化を怠った場合、同スペックを持つコナハトのスパコン、フィンベナフに傍受される危険性があるという話か。はい。一つだけ確認しておこう。今回我々の勝利条件はコナハトの軍港や首都を直接攻撃して滅ぼすことではない。どこかの海に隠れ、奇襲の機会を伺うコナハトの潜水艦艦隊をあぶり出すこと、そいつをクーホリンのゲイボルグで撃沈させること。つまりいかに相手を焦らせられるかという戦いなのさ。そういう意味では情報は隠す以外にも使い道があるとは思わないか。情報を隠すんじゃなく焦らせたり混乱させたりということですかね。まあ焦らせたりってのは、焦らせるってのは言ってましたけどね。はい、特別な敵が出現しました。速やかに排除してください。まあ、まあ、ショックって相手の倉庫で当日用ありますね。これを使って出撃しましょうか。はい、特別な敵が出現しました。速やかに排除してください。みんなとクエストパーティーに参加するを選ぶと、おー、いろんな方がいらっしゃいますね。他の人もホストになるといつ出撃するかちょっとわかんないんで、結構クリアしたいのあるんですけどね。例えばこれとか、私弱いんでちょっとダメなんですけどね、中からクリアできそうにないんで足引っ張っちゃうんで。初心者です、助けてください。部屋はないや。一戦だけやっていきましょう。はい、特別な敵が出現しました。速やかに排除してください。一人でクエスト。スペシャルクエストで、曜日限定で、これが欲しいんです。レジェンドキラリン。でも、ミリオンですからね。ミリオンでは出ないでしょうね。風が弱点なんでこのまま行きます。そういや歌姫選べるかな。フレンド、あ、いたいた、この人にしておきましょう。戦闘開始。まあ、基本的にオートでやってもいいんですけど、運を味方につけろ。貧乏人は無理です。このあたりはまだ残る。勝負をつけます。この役者、その意味知らそうか。アーサーの体感が合うやつは、こう特殊な。ひざまずきなさい。その意味知らそうか。目標よーし。バカだ。こいつでいいや。やらせない。ただお風呂に入れられてる。
金じゃないか。心に響け演歌の花道。この役立てぼんやりしてないの。行くぞ。やらせない。魔法使うか。くらいなさい。あなただけは貧乏人の分際で。こうダメージが蓄積されてしまう。数が増えるだけで攻撃力が上がってる。私も役に立ってみせるよ。ついたのつい最近だ。私らしい姿でね。癒しの力は。甘く見てもらっちゃ困ります。勝負をつけます。やあ、さあレジェンド来てろ。あー違う、スーパーだった。こっちもスーパーか、うん、はい。特別な敵が出現しました。積み上げ今日のところはこんなもので、また後日続けてあげていきますのでよろしくお願いします。お疲れ様です。